お世話になっております、マサルです。前回はルーターの特徴を一緒に勉強しました。ルーターはネットワークとネットワークをつないでくれたり、ブロードキャストの通信を止めてネットワークの負荷を下げてくれる役割をしてくれていました。前回はあらかじめ設定を行っている状態でルーターの動きを見てもらいましたが、今回は PC にデフォルトゲートウェイという設定を一緒にやってみて、ルーターへの動きを見てみたいと思います。それでは一緒に始めていきましょう。と始める前に少しだけすいません、寄り道をさせてください。皆さん、ホストやノードという言葉を聞いたことがあるでしょうか？参考書を読むと、ホストとかノードという言葉をよく見かけると思います。インターネットの世界では機械のことを一定のルールに基づいて呼び分けています。ホストというのは IP アドレスを持っている機器で経路制御を行わないものとされています。つまりクライアントが使っているようなパソコンなどは基本的に経路制御を行わないので、ホストと呼ばれます。一方、ノードは IP アドレスを持っていて経路制御も行う機械のことです。例えば今回お話しするルーターは経路制御を行うのでノードに分類されます。私の動画でも今後はホスト、ノードという言葉を使って説明します。ホストは IP アドレスを持っていて経路制御は行わない機器、ノードは IP アドレスを持っていて経路制御を行う機器です。ぜひこの使い分け覚えるようにしてください。それでは寄り道から帰ってきて、デフォルトゲートウェイの説明をしていきます。デフォルトゲートウェイとは、ホストが別ネットワークへ通信するための出入り口のことを言います。前回見ていただきましたが、同じネットワーク内で通信するときには直接通信することができます。つまりルーターが必要ないということです。しかし別のネットワークにいるホストと通信するときには、ルーターにネットワークとネットワークをつないでもらって通信を中継してもらう必要があります。この時、それぞれのネットワークに別ネットワークと通信するための出入り口を作ります。それがデフォルトゲートウェイです。具体的にはパケットトレーサーを見ながら説明してみたいと思います。それではパケットトレーサーに移動します。それでは今回もパケットトレーサーを使って一緒に、今回はデフォルトゲートウェイの役割を見ていきたいと思います。このパケットトレーサーのファイルは概要欄からダウンロードすることができるので、一緒にやってみたい方はぜひご自身の環境でもやってみてください。それでは始めていきます。まずは手順1、 PC1 から PC3 にピングを打ってみたいと思います。 PC1 から PC3 なので、別のネットワークにいるホストに向かってピングを打つということです。それではやってみます。 PC1 のデスクトップタブからコマンドプロンプトを起動して、ピング 192.168.1.1 PC3 の IP アドレスを指定します。それでは実行します。はい、ピング実行しましたが、通信がうまくできていないようです。この原因を探るためにシミュレーションモードで確認してみたいと思います。シミュレーションモードを起動します。今回はピングを使っていろいろ見ていくので、フィルターは ICMP だけにしてあげてください。シミュレーションモードの設定ができたら、もう一度 PC1 から PC3 にピングを打ってみましょう。 PC1 から上ボタンでコマンドの履歴を呼び出して、ピング 192.168.1.1 を実行します。シミュレーションモードになってデータが可視化できているので、どんどん通信を進めていきたいと思います。はい、通信を進めていくと PC1 の中でデータを破棄していることが分かりました。このように別ネットワークへの通信がうまくいかないときには、まずデフォルトゲートウェイの設定が正しくされているかを確認します。それでは PC1 のデフォルトゲートウェイの設定を確認してみたいと思います。 PC1 を選択して、コマンドプロンプトで ipconfig というコマンドを打ちます。もしピングが途中であれば、コントロールプラス C を押してもらえればピングを途中で止めることができます。この状態で ipconfig と入力してください。ipconfig と入力できたら Enter を押します。すると PC に関する情報を見ることができるのですが、ここです。デフォルトゲートウェイというところに、別ネットワークの入り口になるべきルーター1のここの IP アドレス 192.168.0.254 が入っているべきなんですが、 PC1 はデフォルトゲートウェイの設定がされていないことが分かりました。PC1 に対して別のネットワークと通信するときには、デフォルトゲートウェイという出入り口を使って通信してくださいねという設定が必要です。
では、 PC1 にデフォルトゲートウェイの設定をしてみたいと思います。コマンドプロンプトを一度閉じます。 IP コンフィギュレーションからデフォルトゲートウェイの欄に 192.168.0.254 を入力します。入力ができたら IP コンフィギュレーションも閉じてください。ではこの状態で PC1 から PC3 にピングを実行してみたいと思います。コマンドプロンプトから上ボタンを2回押してピング 192.168.1.1 を呼び起こしてください。では実行します。プレイコントロールズからデータを進めていきます。はい、このように PC1 は自分からデータを出すことができました。今回はデフォルトゲートウェイの設定ができているので、別ネットワークと通信するときには192.168.0.254 にデータを渡せばいいんだなと学習しています。データがルーターまで着きました。ルーターはネットワークとネットワークをつなげてくれているのですが、この時点ではデータを破棄してしまっているようです。プレイコントロールズからデータを進めていきましょう。2発目のピングになりました。2回目のピングではデータを破棄することなくルーターが中継してくれています。どうして1発目のピングはルーターが破棄してしまったのか、そこに関しては ARP というプロトコルが関係するのですが、そこはまた別の動画でお話しします。今の段階では1発目のピングは失敗してしまうこともあるけど、2発目、3発目、4発目とその後が継続して成功していれば問題ないと思っていてください。ピングのデータが PC3 に届きました。しかし PC3 もデータを破棄してしまっているようです。それではここで皆さんに考えていただきたいことがあります。PC さんはなぜ今データを破棄してしまっているのでしょうか。少し時間を置きますので考えてみてください。それでは正解の発表です。答えは PC さんにデフォルトゲートウェイの設定がされていないからですね。 PC さんはピングを受け取って、その応答結果として別ネットワークにいる PC1 に向けて通信を返さなければいけないんですが、デフォルトゲートウェイの設定がされていないので、別ネットワーク宛ての通信をどう処理していいか分からずに自分の中で破棄してしまっている状態です。なので PC さんにもデフォルトゲートウェイの設定を行います。 PC さんをクリックしてデスクトップから IP コンフィギュレーション、デフォルトゲートウェイの欄に 192.168.1.254 と設定をします。設定ができたら IP コンフィギュレーションを閉じてください。この状態でもう一度 PC1 から PC3 に向けてピングを行ってみたいと思います。 PC1 をクリックしてもう一度ピングを実施します。データを進めていきます。 PC1 からルーターに届いて、ルーターはデータを中継して PC3 までデータが届きました。 PC3 は今回はデフォルトゲートウェイの設定がされているので、無事にデータを返すことができます。PC さんからの応答のデータも PC1 に届きました。このように PC1 と PC3 デフォルトゲートウェイの設定をしてあげることで無事に通信することができるようになりました。ホストが別のネットワークと通信するときには必ずデフォルトゲートウェイの設定がされているかどうか確認するようにしましょう。余裕がある人は PC2 と PC4 の間でピングができるようにデフォルトゲートウェイの設定をしてみてください。それでは今回の実習は以上です。お疲れ様でした。それでは今回の学習内容をまとめていきます。まず今回はホストとノードの違いについてお話しました。ホストというのは IP アドレスを持っています。経路制御は行わないといった特徴がありました。ノードは IP アドレスを持っていて、かつ経路制御も行うもの、これがノードですね。ルーターなどはノードに当てはまります。そしてメインはデフォルトゲートウェイのお話をしました。デフォルトゲートウェイというのはホストが別のネットワークと通信するための出入り口のことです。はい、それでは今回はデフォルトゲートウェイ一緒に勉強してみました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画参考になれば高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。